ルト。一時的な精神的ストレスがかかる状況での乳酸菌シロタ株の研究成果、ストレス緩和、睡眠の質の向上。進級に重要な学術試験を受験する医学部の4年生が1本 100ml に乳酸菌シロタ株が1000億個含まれている乳酸菌飲料を飲むことにより、一時的な精神的ストレスがかかる状況でのストレス緩和と睡眠の質の向上が認められました。ストレス緩和に対する臨床試験は、進級に重要な試験を受験する4年生を対象に行いました。 100ml 中に乳酸菌シロタ株が1000億個含まれている乳酸菌飲料を飲むグループと、味や外見は同じで乳酸菌シロタ株を含まない疑似飲料プラセボを飲むグループに分け、学術試験の8週間前からそれぞれ飲んでもらいました。その結果、プラセボを飲んだグループに比べ、乳酸菌シロタ株を飲んだグループは学術試験に伴うストレスの体感が軽減されました。ストレス緩和を別の角度から検証するため、ストレス下で増加することが報告されている唾液中のコルチゾールの値を計測しました。進級に重要な試験を受験する4年生を2つのグループに分けて、臨床試験を3年度にわたり実施、対象者140名の試験のデータを取りまとめて解析しました。その結果、唾液中のコルチゾールの分泌の上昇が抑制されていることが分かりました。睡眠の質に対する臨床試験も、進級に重要な試験を受験する4年生を2つのグループに分けて、臨床試験を2年度にわたり実施、対象者94名のデータを取りまとめて解析しました。試験前8週間から試験後3週間までの期間にそれぞれ飲んでもらいました。脳波の解析の結果、乳酸菌シロタ株を飲んだグループは睡眠の質が維持向上していることが確認され、よりすっきりした目覚めを体感しました。